飯だ。どうした二階の居候は。長い間世話になったな。何言うんだよトラちゃん。居候の身分だよ。あんまり長く世話になってたんじゃ迷惑なんじゃねえかい。なんだい聞こえたのかい。冗談だよあれ。お天道様は見ているぞ。お前たち罰が当たるぞ罰が。俺は行くぜ。もういっぺん北海道行って自分を鍛え直してくるよ。はあ、腐れたこの暮らし、はあ、見るのもつらい。私たちみたいな生活っていうのは普通の人とは違うのよね。それもいい方に違うんじゃなくて、なんていうのかな、あってもなくてもどうでもいいみたいな。つまりさ、あぶくみたいなもんだね。うん、あぶくだよ。それも上等なあぶくじゃねえや。風呂の中でこいた屁じゃねえけども、背中の方へ回ってパチンさ。いらせた桜ただ一つ寂しく咲いていた。お兄さん、何やってんだよお前こんなところで。どうせ周りから返したのか。え、何もやりしてんだよ。しっかりしろよおい。夢じゃないかね。何言ってんだよ。あトラちゃん。どうしてたのよ。ねえ、どうしてこんなとこにいるの。んいや、ここはほら俺の故郷だから。じゃあこの近くにトラさんの家があるの。うちあるある、うん、ちょっと寄るか。うん、連れてって、うん、どっち。あっち行こう。うん、見たか。見たさくら、誰だ誰なんだ。知らない。どうしたんだよおい。今日しっかり持てよ。